混乱遊撃隊は、山田正樹による日本の小説。様々なジャンルを手掛けている山田の、いわば、卑怯探検者とでも呼ぶべき作品の一つであり、同様に卑怯をめぐる冒険を描いたものとして、ツングース特命隊、魔境密命隊なども執筆している。著者である山田は、二見書房版の後書きで、この小説を書くとき、常に、念頭から離れなかったのはそのラストワールドなのである。 僕は、ロストワールドが大好きなのだ、と語っている。時代は、昭和8年、いくつもの国が利権を争う上海の街に、一人の男が帰ってきた。シナローニンの集団から金を横領し、また、親友の妻であった、中国人の娘を殺し、そのために、親友からも命を狙われていると噂される、藤村脇であった。死での旅に出た藤村は、 ゴビ砂漠で今の時代に存在しないはずの剣士虎を見たのだ。藤村はかつてその手にかけた娘、リ・ユメランから、コンロンの地の話を何度も聞かされていた。剣士虎こそが幻の地、コンロンの住人であり、コンロンが実在する証であると確信し、そこを目指すべく追われる身でありながら、上海に帰ってきたのだ。しかし、それを知った者たちが藤村に接触し、 彼を道案内とした探検隊を組織した。女を嫌をする美少年、謎めいた中年男、殺し屋、馬族。いずれも一癖も二癖もある男たちが、それぞれの思惑を胸に、今度のへ向かうことになった。田辺節夫作画による劇画作品。基本的なストーリーは原作と同じだが、一部エピソードを変更している。 1984年5月発売 ISBN4 から06から10万3812から5、コンドンのカタカナ表記はタイトルのルビに準拠する。蜂はキノコを適当な場所に落として胞子をばらまく手伝いをし、地中の溶や硝酸カリウムを吸収し爆弾のようになったキノコはいざという時のための蜂の武器となるという強制関係になっている。ありがとうございます。